ミミと稲根のエンタメ応援チャンネル。前回緊張してましたけど、はい、でも、ね、今日はちょっと楽かな。あ、本当ですか。少しね、あの余裕が出てきたって言いますかね。はい、噛むでしょ。噛むでしょ。はい、そうね、こいつを飲みたいですね、はい、もう僕たちで言えばこれですからね、はい、ちょっとすいません、あの、テレビの前の皆さんも、はい、ぜひ飲みながら、はい、一緒にね、準備してるんで、準備されてますか、はい、今回すっごい暑くてですね、はい、やっぱりちょっとこうこんな暑い日は今日はバドワイザーかなっていうチョイスでした。さっぱりしてるからね。そうなんです、飲みやすいですからね。飲みやすいですからね、はいはい、泡だらけになっちゃったのこれ。本当に、じゃあ、はい、行きましょうか。では本日も乾杯。おいしいね。おいしいです。やっぱりね、ほんと名古屋暑いですね。いやね、うだるようなんてこういうことだね。溶ける、溶ける、脂肪が多いから溶けちゃう。痩せるじゃん、みんちゃん。痩せちゃうかもしれない、近寄ってたら。本当にそんなことよりも、はいはい、話を進めましょうよ。あ、そうそう、はい、まずはこちらじゃない、みんちゃん。あ、そうだ、また生放送中にあの、はい、ツイッターコメント、質問募集しております。はい、前回もね、ええ、いただきました、井口さん、こまこちゃん大好きこまこちゃん、お待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ではですね、ここでですね、はいはい、実はですね、はい、うん、メッセージをいただいております、とある方に。ねえ、誰かな、誰か、とりあえず見てみる、見た方が早いですよね。早いですね、はい、ちょっとびっくりするような方でもあるけどね。そうですね、はい、多分なんか僕たちが、はい、何、レギュラー化で冠番組持ったから、そうです、そうです、ちょっとお祝いのコメントぐらい一つ言ってやるよみたいな。いやいや、逆にこっちが頼みましたよ。そうだ、頼みましたよ、そりゃ。そうです、くれるっつって。じゃあとりあえず見てみますか。はい、じゃ あ、 お願いします。どうぞ。あ、どうも皆さんこんにちは、吉井久蔵です。アズリ、オバリ FM、月一のなんかあのレギュラーになったそうで、イナネイとうちのミミと、あのミミの父親でございますが、あのエンタメでなんかあの応援チャンネルってところでなんか一言欲しいっつんで、あのぜひ皆さんのいろいろと登録したりしてですね、ぜひ応援してあげてください。あの、彼もそうですし、まあ、うちの、 あの娘はミミですけども、あの名古屋でなんかたくさんの人に応援していただいてレギュラー化になったって、これからちょっといろいろとでお金が若いとこかかると思いますが、あのぜひあの皆さんいっぱい賛同していただいてですね、あの私もあのなんか出てくれって言うんだけど、私の場合はちょっとギャラが高いのでなかなか出れないんですよ。で今日はあのどうしても取ってくれって言うんで、酒継がれたもんですから、いい酒持ってきたんでね、ゆっくりやっちゃったもんだから、頼みますよってことで無料でやっております。あのぜひ私も呼んでいただければなと思っています。これからも一つ、アズーリ、オバリオバリね、 FM、 ぜひ一つ見ていただいて、で、ミミとイナネのエンタメ応援チャンネル、ミミとイナネの、エンタメ応援チャンネル登録していただいて、これから見てあげてください。私もちょこちょこお金のあるとかどこでも行きますけど、いくらでもないんですよ、うん、交通費出してホテル泊めてくれれば行きますんで、一つよろしくお願いします。以上、スワットからお届けしました。アバよアバよって何よ。皆様、あのあれですよ、ミミちゃんのお父さんですもんね。ミミちゃんのお父さんですよね。そうですよね。あのね、いくらでもないですから、私交通費もね、はい、あのホテル代出してみれば、はい、いくらでもないですからって、ね、グリーンで来るでしょ。そうなんですよ、ね、グリーンでいらっしゃってホテルもセミスイートぐらいお泊まりになっちゃうわけでしょ。ちょっとね、
私とはランクが違うので、ね、困っちゃうところなんですよ。そんなお金出ませんよ、はい、本当に気持ちで来ていただきたいです ね、 そうですね。ただやっぱり私もね、はい、こうやって名古屋来てますから、はい、いろいろとご協力させていただいてるんじゃない、していただいてるあの方々いらっしゃいます。そちらをね今日ご紹介そうですねするのを先ほど忘れてしまいました。私がすいません。これからしたいと思います。はい、はいはい、ではですね、スナックあや様、スナックラフ様、ブティックハッピー様、韓国料理ポチャ様、居酒屋竹とんぼ様、藤原ひろゆき様、水谷義弘様、以上の方々に今回もご協力をいただきまして、私こうやって名古屋に来られております。ミミちゃんの交通費をご協力していただきましていつもありがとうございます。今後ともどうぞよろしくね。なんなら父の分もよろしくお願いします。ちょっと高くつきますからね。はい、それしょうがないですよ。そうなんですよね、はい、そのあれですよね、はい、この協力いただいてるお店の今日は宣伝もそうなんですしたいんですよね。なんかね、うん、前回、はい、CM を作ったじゃないですか、はいはいはい、ホルモン焼き屋さんの、はい、ね、そしたらね、うちもちょっと作ってくれるなんていう話になって言われちゃいました。取ってきました。あ、はい、まあ、はい、基本私は東京なのでね、はい、うん、名古屋にで、いなねえが行ってきましたということで、はい、じゃあまず今日はですね、スナックあやさんの、はい、ね、ミミちゃんがすごく親しくしていたり、はい、あやさんの、お店のご紹介をちょっと動画で見ていただきましょうね、はい、じゃあ見てみましょう。どうぞ。あかんしてる、満席です。これいつ行ってもカウンター満席だもんね。スナックあや31周年目に入っております。これも皆様のおかげで感謝しておりますので、これからもよろしくお願いします。はい、今2代目でやっておりますゆきこでございます。西区おすきの交差点で、スナックあやっております。最寄りの駅が天元町です。徒歩5分くらいで着きますので、皆様またあの新しいお客様よろしくお願いします。いいじゃん、おすすめです。いいじゃん、お願いします。めっちゃ綺麗だよね。彼氏名らしいもんね。バンバン娘です。ね、バンバンです。昨日行ってきたのかい。お店、お客さん素晴らしいです。水谷さん仲間、すぐ仲間になっちゃうんですね。まあ、仲間、友達になることが素晴らしいことだと思うんですよね。だから、居酒屋もないし、素晴らしい店です。ぜひあの、たくさんの人に出会いたいです。別れもありますけどね、出会いもいっぱいあります。あらま、ハッピーの社長さんじゃないですか。そうですね。ね、本当ですね。あれ、この曲あれじゃない、ミミちゃん。なんですか。盛り上げてくれるんですよ、みんなね。はい、おしきあやさん。あれ途中でミミちゃん流れたあのさ、はい、抱きしめてフォーリンラブってあれってミミちゃんだったじゃん、あれ。そうですね。歌ってましたね。川崎真世さんとのデュエット曲、はい、あ、何年前？いやもう20年ぐらい前だと思うんですけどね、多分。ねえ、はい、歌手やってたんだね。あ、あらま、ツイッターコメント、ツイッターのコメント、嘘、ありがとう。誰、またコマコちゃん来て井口さんから来てますよ、はい、入り口出口俺入り口なんすかほら、この入り口なんすか本当に。さて、少し前にスーパー銭湯で小耳に挟んだのですが、ミミ様、瀬川栄子さん、イナネーは田中邦衛さんのモノマネが得意だとか、ぜひご披露願えればと思います。前期高齢者の願いをお聞き届けくださると晩酌も一層美味しくなると思います。これ無茶、はい、できた。これ無茶ぶりって無茶ぶりじゃん。モノマネなんかしたことないですからね。そうでしょ。そうですよ、この田中邦衛さんのモノマネは井口さんがやるんですよ。そうですね、これね、おジョン似てるんだよね、意外とね。僕じゃないですよ、井口さんの方上手なんですよ。私これ瀬川栄子さんの絶対やったことないですからね。あれでしょ、コロッケさんの舞台よく出てらっしゃるから、出てるから難しいな、ね、瀬川栄子でございますみたいな。全然似てる。もうってやるんでしょ。もう井口さんやめてください。本当にもふざけて本当に、はい、はい、次いきますよ。あ、お、
コモコちゃんからもちゃんと言ってますね、はいはい、ネミーさん、イナーネーさん、お疲れ様です。今回も暑さ吹き飛ばす楽しい放送を期待してます。ありがとうございます。ネミーさん、先日はありがとうございます。あ、何があったの。いや、東京に来た時に、はいはいはい、お会いしたんですよ。あ、そう。私のバイト先に来てくれました。バイト先言わない方がいいよね、これね。はい、そうですね、はいはいはい。で、あ、まだ続きありました、はい、ちなみに井口さん、うん、朝から張り切って代筆のお願いラインを送ってくださいました。やる気満々。木井さん飲んでますか、一緒に。僕たちもいいね。日曜日ですからね。日曜日ですからね。で、皆さん飲みながら聞いていただければと思います。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。木井さんからのこういう無茶ぶりはもう受け付けませんので、今後はやめてください。本当にもう、はい、やめてほしいです、ですね、うん、そうそう、そういえばさっきの動画、はい、あやさんなんですけど、はい、みみちゃんここで昔ね、はい、バイトしてました。なんだよね、名古屋に住んでる時期が、はい、あったんですよね。そうなんですよ、ね、そっからの付き合いで、だから大ママがママをやってる時ですね、うん、はいはいはい、だから今のゆきちゃん、ゆきこママはまだその時はお店をお手伝いしてない時から。あ、手伝いしてなかったの最初。最初そうなんです、はい、まあ、お子さんちっちゃかったんで、主婦をされてて。そういうことか、はい、なのでその頃に私はお手伝いをさせていただいてて、そっからの付き合いですから、だいぶもうお世話になっております。どうもよろしくお願いいたします。はい、今日も行ってきました。バラさない、バラさない、バラさない、飲んでんのバレちゃうから。向かい酒かって言われちゃう。さて、はい、いなね、この後ですね、私たち何を話しましょうかね、はい、今日は。そこ、うん、あのね、実はね、はい、あの前回で、ね、先月の、うん、放送の時に、うん、ミミちゃんが今太ってんじゃない。はっきり言うなよ。はっきり言うなよ。なんで太ったかって話をしてたわけよ、はいはいはい、してた途中でなんか番組がね、時間がどんどん足りなくなっちゃって喋りすぎちゃって、はいはいはい、うん、じゃあその話のくだりをねちょっと聞きたいんだけど、はい、一番最初ってさ、確かそれは何だか、何から始まったんだっけ。もともとですか。うん、もともとはですね、私もこう見えてやっぱり2枚目の女優を目指してたわけですよ。え、綺麗系をね。え、綺麗系を目指してました。ありがとうございます。それでですね、まあとある舞台で、はい、ひだりとん平さんご一緒する機会がありまして、はいはい、で、とん平師匠が、なんか女中かなんか5人の中の1人だったんですね。まだそんなセリフもなくっていう、その時にこうやって呼ばれたんですよ。もちろんその時うちの父のこともトンペーション何も知らずに、はいはい、ただピンときたんでしょうね。手招きされまして、はは、行きましたら、ええ、お前たちみんな背格好も一緒だし、声のトーンも一緒だし、見た目も一緒だし、うんうん、つまんねえなっていう話から、うん、お前太れって。強制太れ。えっつって、いやいや、私もう太りたくないですと思ったけども、うん、やっぱり大御所ですから、うん、言われた瞬間にはいって返事しちゃったんです。結構可愛がっていただいて、ご飯連れてってもらったり、うん、それこそ楽屋で飯、俺の楽屋で飯食えって言って行くじゃないですか。いろんな役者さんいるんですよ、うん、なぜか私隣に座らせられて食べるじゃないですか、はいはい、師匠が残ったものが全部回ってくるんですよ。もちろんこのコロナ前、全然昔の話ですけど、まあ、20年ぐらい前なんですよね、はい、食べきれない師匠が来るんですよ。で、おかわりもようやく全部ご飯食べ終わったのに、なぜか知らないうちにおかわりがこうお茶碗にまた入って出てくるわけですよ。あの太らすために家畜のようにこうね。本当にね、一回名古屋公園に来た時に1ヶ月で4キロ太りましたからね、私、うん、1ヶ月ですよ。普通痩せるからね。そうなんですよ、公演中はね、うん、頑張るから、頑張るから私4キロ太りました。で、ちょっとこういう風にうなぎ登りになり、はいはい、今の私がいるという。ミミちゃんが昔のね、はい、2枚目を目指した頃のミミちゃんってさ、どんな感じだったか見たくない、はい、私は見たくないですけどね。写真あります、どうぞ。ギャルじゃん、ギャル、これ安室奈美恵意識してるもん、完全に。これこの時はもう世代ですから、うん、私の中で、あ、あの厚底のサンダルで、アムラーだったの。アムラーまでいかないですけど、やっぱりこういうメイクとかもほら、ちょっと口紅がちょっと白っぽかったりとか、ちょっと日焼けしてね、はい、こういうのでね、夜遊びしてたんですね。やるじゃん。もう ね、多分これうちの親は知らないから、夜遊びして今言っちゃったの。だって足とか細いじゃん。本当ですよね。なんか腕とかも全然前足っぽくないもん。前そう、今はね、肩から足出してるから、うるさいわ。でね、ミミちゃん、はい、ミミちゃんが仕上がりはこんな感じっていうね。あ、今の仕上がり、そう、今見たら分かっちゃう。今の感じこれですね、はい、
もうね、ひだりとんぺ師匠はミミちゃんが絶対にコメディエンドになれるって信じて太らしたら、もうまんまととんぺ師匠の重いツボになってますよこれね。ね、なんか普通のメイクをしてなかったですねこの子ね、ずっとなんかしらほっぺが赤いのが多かったです。大丈夫、ね、これ何の時、はい、これ。これ多分コロッケさんのお芝居だと思うんですけどね。いわゆるオカメを、はい、そうですね、そういう役ですね。はい、もうあれ以来これこういう役ばっかりだもんね。こういう役ばっかりと多いですね。多いよね、はい、いわゆるコメディエンドとしてね。そうですね。素晴らしい。まあ、でも全然あの2枚目のお芝居でもね、うんうん、あの私やりますので受け付けております。うんうん、いつでも。見た目は別にね、はい、なくてもほら泣かせたり、はい、そういうお芝居はね。はい、していかなきゃいけないかと。年齢的にもこんなことしてる場合じゃないよって話になってますから。いや、ミミちゃんはね、はい、日本のね時代劇の舞台とかにね欠かせないコメディエンドだから、はい、もう延々これ多分これ60とか70になってもこれ続けてほしいですね。絶対ね、ちょっとね、はい、不安でしかないですけど、将来が、私の将来がいやいや、でもお仕事いただいたら何でもやりますんで。そうだよね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それですね、はい、本日はですね、はい、なんとゲストをお迎えしてるんです。そうなんです、お迎えしてるんです。緊張しちゃう私。はい、はい、この方です。はい、池戸陽平さん。はい、あの地元のね、あの須山プロダクションという芸能プロダクションに所属してましてはい、あれですよ、今ね現在 CBC のねテレビのゴゴスマってあるじゃないですか。はい、まあ、東京だと TBS なんですけどね、はい、それのね、生原稿、ニュース原稿を生ナレーション、はい、もうずっとレギュラーで読まれてたりとかですね、あと岐阜放送で番組を2本、演歌番組2本持ってらっしゃるとか、あとあの瀬戸の方のラジオ、うん、FM で、またサンキューモーニングと演歌でサンキュー、また演歌の番組持たれたりとか、もう大活躍で今現在レギュラー番組5本持ってらっしゃいます、うん、はい、池戸陽平さんに来ていただきました。皆さんこんにちは、池戸陽平。ものすごい紹介されちゃってそんなに持ち上げられても困りますけどね。私神々なんで、もうここはもう池戸さんにずっと喋ってもらおうかなと思ってる。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあまずは今日はですね、どういうことですか。ゲストで出ることないんですから。本当ですか。いつもゲスト呼ぶ側なんですよ、実は。そうですよね、番組やって。そうなんですよ。なので、なんで池戸陽平さんがこのゲストに来ていただくかと言いますと、神それがいいんですよ、彼ないわね、いらねえな。実はですね、池田上さんと僕って、はいはい、劇団の先輩後輩なんですよ。あら、それで僕19歳で、はい、その劇団入った時、上さんちょうどもう24、5歳だったんですけど、もう24、5歳にしてすごいお上手だったお芝居が、はい、いや僕めちゃくちゃ下手で芝居全くできなくて、はい、なんかいつも黒子の役とか、セリフのない役じゃない、大砲のこうハリボテ運んだりそんなような役しか役が裏方だったんです、ね、裏方だった。いや、もうやりたい芝居やってたけど、はい、彼はその中すごい新しい風を吹き込んで、こうした方がいいんじゃないかとかね、こうしようってすごくいろいろ工夫してくれて、だからすごいそのあたりはね感謝してます。でも今はね、もうドーンとこの大活躍ですから。これ、はい、これ絶対何ですか。何ですか。活躍、大活躍してますよ。してません。大活躍してませんって。活躍されてるのはね、あの池戸さんですよ。そうですね。すごいもの。だってさ、あの陽平さんって言ったらもう、はい、若い頃は役者一本だったじゃないですか。ずっと最初の頃というか、その始めた頃は。はい、もう役者から入って、うん、でもやっぱりなかなか食えない、ね、バイトしながら、でも、はい、あのテレビの芝居とか舞台をずっと、はい、で途中からなんかやったことないよ、ナレーションやれとか。はい、やったことないのにイベントの司会制とか、自分からこうやりたいって言ったわけではなくて、そういうお仕事が来たんですか。全く苦手な方なんですね。芝居はやりますけど、だからナレーションやったことないけどどうしたらいいのっていうところからやらせていただいて、ただやっぱりあのナレーションの中の抑えの部分は、いわゆるナレーターの事務所の方が、僕ら役者だから途中の芝居部分をね、セリフ部分を最初やって、そのうちにだんだんいろんなことをやっていただくようになったという気がつけば、まだやってるんじゃないかな。50年ぐらいになるんですか。40年、まあ、事務所入って40年ぐらいですね。まだやってるよ、まあ、本当に。いや、続けてください、ずっと。あの事務所入る時にね、あのいくらかお金払ったんですね、入賞金をね、はい、それを取り戻すまで絶対やめんぞと思って、はい、まだやってるだから。何倍回収したんですか。何百倍回収した。まだ回収してないですよ。そんなことは絶対ないと思う。ないですよね。はい、
でも僕あのミミさんにお会いできてめっちゃ光栄です、はいはい、本当にあのこうして画面ではねいつも見させていただいたりとか、はいはい、あのお電話で一応ね、はい、であの僕の番組出ていただいたりした、はいはい、でももうこんな近くで会ったらヨシさんお久しぶりですって感じがします。顔が似てるから本当に、はい、今日ねミミちゃんうちに泊まったんですよ、はあ、朝ね、はい、飲みに行った帰りうちで泊まったんですけど、ね、そう朝起きてノーメイクの顔見たら、はい、そっくりでしたすっぴんそっくり間違いなくそっかおかしいなおかしくないね山本丈二さんのはずなんだけどなどっちもどっちいや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 さっきのあのお写真の方だったら会いたいですねあのお写真の方、ね、私もあの人にちょっと会ってみたい会ってみたいお会いすることができないですよねすごいもうイケイケでしたよねイケイケでした完全に、はい、ディスコとか行ってたディスコないか、まあ、その頃はクラブもうクラブ君のことです君のことディスコね言ってましたあまた出たまた出さなくていいのあーこれこの人ちょっと会いたいですね、ねで最近発覚したことがあって、はい僕の、ね、大先輩やっぱ池戸さんと同い年ぐらいのベテランの役者さんが、はい、昔このミミちゃんのこの感じの頃の女優の時と舞台共演して吉幾三さんの娘だって知らなかったから危うく口説くところだったまあまあモテてたみたいですよめっちゃモテるでしょこれ今令和でもいけますよあ本当ですよね、本当ですほらほらでもすぐ性格出ちゃうんですよ、はい、これでも喋るともほら、今とその変わらないんで、でもそこがいいんじゃないですかこのギャップもいいですよねそうですね、モテなかったですよ嘘です、言ってましたはい、はいはい、それでモテるで言ったら陽平さん激モテもうね、このまず声、私声フェチなんですよ、うん声フェチなんですね。はい、声がね、素敵な人はね、モテますよ。それ。若い子がもうすっごい声変わってないです。いやいやいや、でもヨシさんだから言うわけじゃないですけど、真田ナオキさんの歌声はめちゃめちゃ今イケてますよね。そうですね。今なんかすごいね、はい、頑張ってますもんね。酔えねえよってやつでしょ。それ誰？やめてもらっていいの？ハスキーボイスからやめて。ハスキーボイスやろうとしたんだけど。誰だっか飲みすぎて気分悪い人かと思いましたね。本当に。はい。苦情記者コメントください。僕演歌の番組を今日も生放送でやってきたんですけど、はい、毎週毎週演歌のベスト30を発表しておりまして、はい、今日ですね、真田ナオキさんの酔えねえよは11位です、ね。おお。11位。っていうのは、はい、例えば CD 売り上げとかいろんなの合算なんですか？岐阜県内の CD ショップ5店舗の毎週毎週の集計とリクエストと優先とかそういうと全部きっちり数字に出してやってますんで、それはすごいですね、はい、はい、そうすごい人気多いです、リクエスト多いですよ、実物ご覧になったことあります？ないんですよ。これがですね、はい、顔がこんなちっちゃくてでしょ、顔シュッとしててでしょ、タイプなんですシュウがシュウがめっちゃくちゃかっこいいんですよ。シャナもシュウ、いや本当にそうですよ。でもね、めっちゃ人気ありますよ。そうなんですよね、これからも頑張ってほしいですね、はい、ナオキ君には。本当にリクエストはね3位になってますから。あ、本当ですか？そうなんですよ。めっちゃめちゃリクエストも多い、ね、本当すごいですね。ちなみにこれで今日1位は三山ひろしさん。三山さんね、北海港節っていうの新曲出たばっかりなんですね。7月5日、新曲出るとバッといきますもんね。まずはね、でもね、やっぱりね、真田ナオキさんずっとこの曲、この間新しい形の、ね、タイプを出して同じ曲でもまたガーンときましたんで、私は今日何しに来とるんや。プロモーターみたいになってる。プロモーターで何しに来とんの。あれって言って面白い。それよりもだってやっぱり、ね、ご自身の、ね、あ、私はい、あ、そう、陽平さん、そういえば舞台されるとか、はい、あ、もういきなり舞台の話、舞台の話先に聞きたいですね。よろしくお願いします、はい、あ、そうか、お芝居、もう今月ですね、もう来、はい、再来週なんですけれども、はい、はい、7月の、はい、何日28、29、金、土とですね、はい、今チラシが出ておりますけれど、はい、もう2週間後もう2週間後は終わってますね、日曜日じゃないですね。いや本当にもう来週劇場小屋入りするっていう形で、はい、稽古中ですか？じゃあ、うん、本当に、はい、稽古中なんですが、はい、戦争を語り継ぐ演劇公演っていうのをもう10年前からずっとやってまして、はい、年に大体1本ぐらいの2つのペースで、はい、ちょっとコロナの時は少しねお休みになったりしたんですけど、はい、で今回第9弾母との約束が7月、はい、そして第10弾、こちらテミスの女神がこれ8月ということで、まあ、本当に2ヶ月続けてやらせていただくんですが、どちらも再演なんですけども、はい、ただちょっとやっぱり書き直したり役
役者も違ったりしてっていうことで、もう第1弾からずっと出させていただいておりまして、この2人すぐ、そうです、戦争をされず演劇公演っていうのは、あれですか、出演者の、はい、は全部一緒でこの別のお芝居をやられるってことですか、7月と8月と。あ、基本的にはそうです。ただ7月しか出ない人もいます、8月しか出ない人もいるんですけれども、岩井さんはどちらも両方出ます。あ、すごい、はい、そうですね、はい、バンテリドーム名古屋のすぐ横にある東文化小劇場でやるんですけれども、うん、もう一応創作の劇ではあるんですが、はい、元が実際あったことが全部元になってるんですよ。母との約束は日本から開拓団として満州に渡って、で向こうで終戦の前に、まあ、ソ連が攻めてきて、本当に命からがら逃げてこられた人もいれば、やっぱり帰ってこれなかったとか、向こうの悲惨な、でやっぱりちっちゃい子なんかは向こうにそのまま預けて、向こうの、ね、中国の子として育てていただいたりとか、本当にあったことが元になっていたりとか、で第10弾の女神の女神もこれも本当にあったことで、食管法、食料管理法っていうね、まあ、お米とかそういうのをね配給する、そういう違反者を、闇取引、闇米なんかをね取引した違反者を裁く判事が、自分がそれを裁くのに自分が闇のものは食べられない、食べちゃダメだっていう強い意志のもと、まあ、結局餓死されちゃうんですけど、それも本当にあった話なんですよ。へ、はい、でそれを元にやっているっていうことなんで、結構もう本読みの時点からもうやっぱり辛いことが山ほどある、そういうお芝居を、まあ、これ本当に第10弾の10回にはなってやらせて、すごく興味ある、泣いちゃいますよね。いやでも絶対泣いちゃいそうですね、こんなの、ね、だって戦争を経験してないですけど、やっぱりね聞いてきた私たちの世代だと、まあ亡くなったおじいちゃんおばあちゃんが関わっているか関わってないかぐらいこう知識的にね、そうですけど、やっぱり話は聞いたり、まだ語り継がれている部分で聞いてますけど、今後ねやっぱりそういう方々の話をどんどんやっぱ若い人がつないでいかないと忘れられちゃうっていうのが一番怖いですからね。語り継がなきゃ本当にいけないんですよね。演出の伊藤圭さんって方は子供の頃に戦争をやっぱり経験して、周りに本当にそういう大変な思いしたことがいっぱいいらっしゃったので、これをなんとか今のうち自分が元気なうちにみんなに語り継ごうっていう、で満州から帰ってこられた方は本当につい数年前までは全く語らなかった、それほど言いたくないくらい悲惨な思いをしたんで、そういった方もやっぱりこれを喋っておかないとっていうことで、本当に数年前からやっと少しずつ事実が分かるようになったってことも書かれているんですよ、この中に。こんなことがあったんだっていう、なので本当に今まだまさに世界では戦争があるの で、はい、ですね、戦争っていうのは一般庶民が、本当に庶民が一番大変な思いをするっていうことを、ぜひあの見ていただけたらなって思っております。すいません、この公演はですね、真面目に今やっちゃいますよ、プロモーション、はい、この公演はですね、はい、東文化小劇場、名古屋ドームのすぐ近くにあるんですけどね、7月の28、29に、母との約束、はい、それから8月25、26に、テミスの女神を、はい、公演されるんですね。はい、そうですね、はいはい、池田雄一さんどちらにも出演されてるんですけど、はい、僕ねちょっとチラシの裏見てちょっと気になったことがあるんですよ。池戸慎之介さんって方出てらっしゃるんですよね、これ。そんな方は出てるんですね、はい、出てらっしゃるんです、これ同じ名字ですね、同じ名字です若干顔も似てらっしゃると思ったんですよね、これ、はい、本当ですね、はいはい、これ五十音順に並んでますからね、はい、もうズバリ息子ですね、はい、親子です、もうでもこれ3回目です、親子共演は。あ、そうなんですか、はい、どうですか息子さんとお芝居共演するとどんな感じですか。あかんね、あかんあかんですねいろんなのが目に入っちゃう。あ、息子さんの、はい、もっと忘ればいい、そうで、また聞いてくるんですよ、終わって帰りの車の中どうだったとかっていうと、こう言い出すとキリがないし、まあ、先輩方いろいろ教えてもらってるんで、はい、あまり口は出さない、そうですね、まあ、もうあそこは良かったよとか、はい、まあ、もちろんこうした方がいいんじゃないぐらいしか言わずに、やっぱり演出家のこととか先輩にいろいろアドバイスいただくことを、まあ、悩んでやってけよっていう感じかな。おいくつなんですか。今22歳ですね。今年3月大学を卒業して、はい、大学入った頃から、はい、こういう仕事をやり始めて、あ、そうなんですか。そうですね、へ、楽しみですね。でもこれね、ちょっと僕いい余談話して、はい、ちょっとこれ奥様の方が似てますね、顔私は奥様は僕ね、奥様、はい、奥様とね、はい、同じ劇団だったんです、はいはい、はい。ありがとうございます。なんかまた来ました、はい、いいですよ、その話終わってください、ね、はい、僕 ね、 ね、奥様も実は同じ劇団、はい、すいません、よくあることでよくありますよね、あるある、あるあるですね、はい、なので、いらね、奥様の顔を存じてます、ね、よくね、すっごいね、はい、
あのルパン三世のね峰不二子みたいにものすごいスタイルが良くてすっごい美人だったの、はい、もう誰もが狙う方を、はい、あ結局劇団で一番イケメンの池田洋一さんかみたいな、いやいやそんな先輩が後輩に手出したみたいなこと言わんといて俺が言っとる、自分で言っとる、あるあるです、あるある、それあれですよ、そう、はい、でこの新之助さんは、あの本当奥様に見せますね、今はそうかな、うん、小学校の頃は結構ねミミさんみたいな、あどんな感じや、何てこと言ってんねん、どっちですか、さっきの細い頃の私ですか、今ですか、今あの授業参観行くと、はいね、僕も割とあの、はい、ふっくらした感じで、僕のパパそっくりでしょって言うぐらいだったのに、やっぱり中学生からキュッと細くなったん で、ね、だんだん妻の方に、そうなんですね、でもいいな、親子共演ガチやってるけどめちゃくちゃやってるじゃないですか、でっかい舞台 で座長と ね、はい、私はもう本当にそんなアドバイスもいただいたことない、あの中日劇場でね公演、はい、今されてる時に、はい、ちょっとあのやっぱり仕事の関係で、はい、ちょっと休演日にねちょっとお邪魔した時に、はい、そこの劇場の方が今日休演日だけど、よしさんねみんな後でカレー作ってんだ楽屋でそんな話も、ね、そうなんですよ、めちゃくちゃ美味しいんです、はい、あのあれですね、あのホルモンだから蜂の巣とかさ、はい、ああいうのとルーから全部煮込んで、はい、あれ1日かけて作るんだよね、前の日からまあ煮込み始めて、ね、それがね名物なんですよ、あそんな親子共演もう親子共演でも疲れますからねそうこの本も疲れますよ意外とこの本も結構気を使ってちゃったなんか、あそうなんですね、この本からしてなんかそう楽屋トークいっぱい来たりしてますよねその辺がねね、どうしましょう、今ツイッターでまたコメントいただいたんですけど、はい、あの池野さんがいるところでいいですか、あどうぞぜひぜひ、またですね、大室駒子ちゃんで井口さんから、あミミ様無茶ぶりと言いなさるかってさっきのですね、全然グエグエございますって、はい、全然似てないです ね、私があなたと二人で飲んだ時別れる時のあなたのあの一言には勝てまへんってきましたいつもね井口さんと一緒に飲む時に井口さんと別れ際に、はい、それこそ名古屋でも 100m 道路とかあるじゃないですか、はい、あのこっちと向こうの渡り切るぐらいの時に、はい、こっちから今日も私を抱かないのねっていうのが分かるんですそうすると恥ずかしそうに書いてくるでもそれは無茶ぶりじゃないですよ、私の気持ちを伝えてるだけですか、 100m 道路が美女ですね、あとですねもう一件、はい、高一山本さん、はい、昔は安室超えてたんじゃって最近の聞きますよ、安室超え愛嬌いっぱいできれかわい、そして歌うまし、あそういただきました、ミミちゃん本当に実はね、あのなんていうんですかね、スナック歌手並みに、スナック歌手がどういう表現なんですかねもう踊ったらいいんでしょうかめちゃくちゃ歌うまいです、いやめちゃうまいでしょね、スナック歌手ね、はい、そんなことないですよ、だってあのマヨさんの、はい、あのデュエットの相手役に指名されたわけですから、はい、だって、はい、サラブレッドじゃないですか、そうですよ、ね、親を見てくださいいやいやいや、私は歌はでもやらないんですよ、やらないんじゃない、姉が歌をやってまして、はい、姉にはもうかもちろんかなわないですし、私すぐ喉やっちゃうんで歌はやらないです歌はお酒を飲んだ時しか歌わないんで喉やりそうですけどだからスナック歌手なんですそういえば昨日ちょっと枯れてたもんね、ガラガラにね、カラカラです、もうカラカラです、一曲歌ったらカラカラになっちゃう、なんか聞いたところに1週間前カラオケで思いっきり歌ったら喉を飛ばしたらしくてあれちょっと女優さんでしょ仕事がないのでいいかなってまあいいかな、たまにはってことだ、そんな感じです、はい、いや嬉しいな、池野さんに会えたのと、僕も本当にそうですよ、こんな数十センチの距離でね、お会いできるなんて、今度3人でご飯食べに行きません、ぜひぜひ、ここで話、おぉ、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、もう、ま、ね、見てる人がもしかしたらどっかの店で見かけるかもしれないですね、ちょっとね、池野さんと行きたいお店があるんです、あ、日曜日やってるお店があるんです、あ、そうなんですね、実はね、またミミちゃんの、はい、東京から名古屋に来る交通費を、はい、ご協力いただいてるあのお店のね、ええ、そちらの CM を作ってまいりました、なるほどなるほど、それをちょっとあのいいですかね、はい、あ一つ僕一つだけこれ、はい、ぜひぜひ申請して帰ってください、あのだから、はい、あの東文化小劇場で公演がありますが、はい、あの前回から、はい、コロナになってから、はい、インターネット配信をやってますので、なので日本中や世界中から見ていただけるということなんですね、だから同時生配信なんで、その芝居の時間でも見られますが、2週間アーカイブがあるんで、だからアーカイブで何回でも見られるっていう、チラシのここにあれですね、そういわゆる QR コード、二次元コードがありますんで、ここから読み取って、そうすると
これインターネット配信で見ていただくことが、はいはいはい、今やりますね、はい、なので劇場に行けなくても、はい、で演出の方がもともとテレビ局の方なんで、はい、やっぱりアングルとは断って、舞台もそうなんだけどテレビならではの、だからテロップが出ます、名前とか役目とか、あ、本当ですか、そういったこともありますんで、ぜひもうご覧いただければということですね。発信で、はい、すいません、少しお時間いただきました。いえいえ、全然本日は本当に、池田裕也さん本当ありがとうございました、はい、なんか僕舞台見に行きます、もうぜひお待ちをいたしております、はいはい、ご飯行きましょうね、ご飯行きましょう、お願いします。それでは先ほど話しました、はい、韓国食堂のポチャ様、池田裕也さんと3人で行くお店です。では CM どうぞ。始まりましたね、始まりましたね、池田さん行きたいでしょ、この店、私一緒にね、ここね、何食べても美味しかったんですよ。韓国料理って、はいはい、なんかやっぱりほら辛いってイメージありますけど、うん、全然そうじゃないんですもんね。そうなの、そうなの、辛いものは辛いですけど、はい、辛くないものもいっぱいお料理あるので、韓国料理美味しかったな。これね、あのアリちゃんよく包む の、 あのサニーレタスにさ、このいろんな韓国風じゃない、これまた美味しかったんだよね。あれあれ、あやままじゃない、あやままじゃない、これ大ままだね、大ままだこれ。どうですか、美味しいですか。あ、ゆいちゃん、あ、ゆいちゃん、どう、かわいい、ほんと美味しいな、このキムチも自家製、美味しいんです。あ、これ韓国酢豚ね、タレと別なんですよ。あの6月からポチャでは子ども食堂を始めました。詳しくはインスタ、TikTok でお知らせいたします。たくさんのお子さんたちの笑顔が見たいので、ぜひぜひ遊びに来てください。無料です、よろしくお願いいたします。これね、あのポチャっていう名前の韓国料理屋さん、あ、これですね、子ども食堂ね、あのポチャっていう名前の韓国料理屋さんがすごく多いみたいで、はい、あの新栄のポチャさんですのでね、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあまたあの、ね、先ほどのところから、はい、あのインスタとかまた見ていただいて、はい、こういう感じですね、はい、はい、住所ね、住所ですね、はい、近くの方はぜひ行ってみてください、はい、素敵な活動してらっしゃいますよね、ね、子ども食堂ですって、はい、僕知らなかったんですよ、うん、子ども食堂の存在をね、あの映画を前見て初めて知ったんですけど、はいはい、家庭のあれで、日曜日 お父さんお母さんが働きに行ったりして、はい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 、お子さんがご飯を食べるあれだったりとか、はい、いろんなことがあって、そういうのを支援したいからって、無料であのお店を開放して、うん、月に1回日曜日に今のところやる予定だって言ったん で、うん、んで、詳しくは先ほど放送でやってましたけど、はい、TikTok とインスタの方で、はいはい、お店の電話番号、うん、ポチャ電話番号052から入れますと、あの検索できますので。あ、そうなんですね、はい、はい、いやでもさっき料理のやつ出たらもうね、はい、お酒のつまみ欲しくなっちゃいますけど、ね、本当だよね、美味しそうね、本当にお腹空いてきちゃった、本当に。さて、うん、いなね、この後また何を話しますか、はい、私たちは。あのね、うん、この間さ、はい、行ったじゃない。何でしょう。あのあそこへ。どこ？あの群馬のさ、はい、伊香保温泉とかさ。伊香保？何？伊香保、伊香保温泉とかさ、実はね、はい、ミミちゃんと僕たちとか。はい。行ったじゃないですか。行きましたね。はい、YouTube のね、はい、あの三つチャンネルコラボで。はい。行きましたよ、伊香保温泉の旅へ、ね、あららららら、楽しそうでしょ、見るだけで。見たことあるメンバーの顔あるでしょ、何人も本当に。でこれでね、はい、あのあれなんですよ、あの温泉入ったり、はい、温泉入ったり、温泉入ったり、他にいっぱいやったでしょ。やったやった、出てこないんですか、本当、うん、温泉入ったりね、はい、あのこんにゃくパーク行ってね、はい、手作りこんにゃく作ったり、いろんなやつを YouTube で上げてましてね、はい、上げてます、はい、もういくつかもあの上がってるんですけど、それでですね、はい、あのキーワードをね、そうなんです、あの、ね、キーワードをですね、はい、その各番組の最後にキーワードを発信しまして、うん、それを全部合わせたもので応募していただくとプレゼントが当たるという企画をしてまして、 それで、あのあれなんだよね、ミミちゃんとか僕とかそのね、はい、あ、そうそう、どのチャンネルと一緒にやったかっていう、そうですね、やらせていただいたかっていうとですね、はい、実は、ね、元あの85年デビューアイドル、うん、もう知ってる方知ってると思うんですけどね、吉本美代子さん、はい、みっちょんですね、はい、うわ綺麗だな、かわいい、美代子さんはね、この、ま、あの新車買ったマツダ CX-5 で、はい、僕たちの温泉まで行ったので、 その車中のね、はい、私たちのことをこう、そうそうそう、流してくれてるんですよね、車中の、ね、あの行き帰りの会話をね、
あれで。そうなんです。この車ってあれだもんね、はい、おぎやはぎの愛車遍歴で、ね、うん、はい、紹介されて、今こう新しい車買いましたっていうやつがこれの、はいはい、そうですそうです、はい、でこの美代子さんの方はもうこう後編でそのキーワードを言ってますので、はい、それ一回これ見ていただいて、うん、はい、で次がもう一つがかよチャンネルですね。かよチャンネルですね、はいはい、やだセクシーショット、これもうやだ、もう本当にもうみんな40代、これみんな40代ですねってことにしてきますか、ってことにしましょう、これね、はい、なんてこと言うんですか、これ実はね大きいバスタオルを準備してくださいって言ったらさ、はい、大きいバスタオルをね、普通のバスタオル準備しちゃったもんだから、もう超ミニスカートになってね僕ね、ミッチョンのやつ、はい、ちょっとチラチラお股映ってるんじゃないかって、なんてこと言うんですか、もう生放送で映ってないです、それは冗談ですけどね、はい、サラチャンネルの方はまだキーワードの最後のやつは言ってないんですけども、はいはい、まあでもこちらでね、また温泉の中のトークとか聞けますんで聞いていただいて、次か次か分かんないですけどね、最後のまた配信の時にキーワードの次を言うと、そうですね、いうことですね、はい、これ3人でミミとイナネー、あ、これですね、ミミとイナネーのエンタメ応援チャンネルで検索していただくのと、それからこれです、吉本美代子さんのミッチョンインポッシブルでやるのとですね、それからこちら、うん、吉永佳代子さんのかよチャンネルで検索していただきますと YouTube 見られまして、はい、その中でかよチャンネルのネルはカタカナじゃなかったかな、わかんないけど、あ、本当、はい、すいません、間違えてたら申し訳ございません、そうそうそう、それで3つの動画の中にどこかにキーワードが隠してありまして、はいはい、そのキーワードを3つ集めて応募フォームをもうすぐ作るんですよね、はい、応募していただきますとですね、なんていうの、群馬で僕たちがこれいいねって思ってプレゼントしようと思ったグッズだ、はい、お土産ですとか、そのある場所に行って、はい、なんか手作りでなんか作ってプレゼントしようみたいなものもね、準備したものですね、ありますので、ぜひぜひ、はい、全部の、はい、全部の全部のじゃない、や全部最後まで神々やないかい、はい、見ていただいて、キーワードをゲットして応募してください、はい、はい、と、はい、うん、もうあっという間になんかもうさっき10分前ですって出てましたけど、はい、みんなね、あとなんか言いたいことあります、言いたいこと実はね、はい、あんのよ、なんでしょう、昨日ね、はい、僕ね、うん、舞台見に行ったのよ、はい、名古屋でね、はい、センチュリーホールってところ見に行ったんですよ、はい、その時に見た舞台ってので、はい、皆さんご存知だと思うんですけど、わはは本舗、ほう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 、これです、これですね、ね、新和派って今やってました、これ今全国ツアー中なんですけど、はい、うん、まあ面白くて、うん、もう笑いっぱなし、笑いっぱなし、もう下ネタからもう真面目なやつからもうすごくて、はいはい、もうね、最後はやっぱりいつも和派ってね、感動させられちゃうんですよ、泣いちゃう、そう、泣いちゃう、散々笑わされてるから、うん、心がさ、こうリラックスしてくるから、うん、もう最後なんていうの、そこに感動するやつをボンとやられちゃうから、最後 の、うん、ブロックのあたりで、うん、号泣しちゃうんですよ、散々笑って緩んだところにゴーン、そう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 、最後ね、世界平和についてこうのテーマをグーンとくるわけですよ、あ、それは泣きますね、絶対ね、そこで We are the world かかるんですよ、でもなんか和母さんというとやっぱりそういうね、うん、笑わせるというのがメインのイメージが強いじゃないですか、うんうん、だけどこう舞台とか、ね、そういうのを見に行くとやっぱ全然そういう話聞くと違うんだな、いや、もうそうですよ、もう全編とにかく 笑えたりとかシュールなことやったり、うん、とにかく笑いに関すること延々延々やって最後の10分です、泣かされちゃう、泣かされちゃう、これ名古屋で終わりじゃないんですよね、名古屋で終わりじゃないんですよ、はい、実はですね、うん、あとまだ公演が残ってます、はい、ね、その公演はですね、全国に行くんですか、全国も回ってる最中なんですよ、で残ってるのがね、あとこれだけ、うん、新潟が7月22日、うん、富山が7月23日、うん、大阪が7月29日、うん、茨城が8月6日、宮城が8月19日、みんなね、土曜日と日曜日なので、うん、お近くの方ね、ぜひ見に行ってください、これ本当に、ね、久本雅美さんの下ネタそこ一番最初に言うの、だって、ね、僕ねびっくりしたんだよ、最後にね、こうパンフレットみたいなこと、はい、最初入り口をもらうんですよ、はい、でクリアファイルに入ってて、なんか変なガチャガチャするなと思って、はい、見たら久本雅美印のコンドームってコンドーム入ってるんですよ
もうちょっと待ってよ、もうその辺ももちろん最後に、はい、最後のお土産まで、そういうなんか抜かりないですね、抜かりがないっていうね、はい、もうそのコンドームが面白いですか、それもらいに行くだけでも面白いですか、ね、そもそもさみちゃんがねなんかちょっと面白いの、はい、そので、それは買った人がもらった人のお楽しみですね。お楽しみですね。はい。で、稲根なんでこれをね、私たちね、宣伝してるかってね、うん、稲根が見に行っただけであって、誰かに宣伝してくれて頼まれたわけではないんですよ。そうなの、まあ、うちの番組はエンタメ応援チャンネルですから、ね、何でも宣伝しちゃうからね、そうなんですよね、はい、それはしょうがないです、はいはい、なのでもう、はい、勝手に宣伝していますよ、これからも、ね、はい、どん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 自分たちが見た芝居をどんどん、はい、あら、まあ、コメントいただきました、今ですか、また、はい、あら、あきちゃんですね、これ、あら、ゆみさん、いな姉さん、こんにちは、二日酔いですが私も飲みます、人生初ツイートです、うおー、ありがとう、ありがとうございます、あのこの間見てツイッターをやってなかったみたいなんですけど、あ、本当、はい、あ、このあきちゃんっていうのは私の行きつけのスナックに来るあの飲み友達、ね、飲み友達です実は僕もゆみちゃん紹介されてて、ね、2回ほど一緒に飲んだことあるんですけど、めちゃくちゃ面白いです、はい、あ、劇あ、じゃあ、大丈夫、そうそうそう、だからツイッターをそれで始めてくれて、はい、コメントいただきました、わざわざ僕たちのこの番組にコメントをいただくためにそうツイート始めてくれたんですか、そう、ツイッター、うわ、ツイッターやってくれたんだ、ありがとうございます、あきちゃん、また帰ったら飲もうね僕も行きますありがとうございます、そうだったね、嬉しいな、あら、そうだそうだ、さっきほら、あ、そう、うん、そうなんだよね、あのね、そういえばあの吉永佳代子さんってその YouTube でね、うんうん、あの一緒に行ったあの、うん、吉本美代子さんと一緒に行った、うん、行っていただいたね、吉永佳代子さんというのは実は歌手ですしね、そうです、はい、あとミミちゃんのお父さんの、はい、吉幾三さんのまな弟子の、そうなんですよ、はい、はい、歌手でね、実はねあのさよなら東京っていう曲あるじゃないですか、うん、はい、これが確かね去年出されたと思うんですけど、オリコンのかなりね、うん、10位ぐらいトップ10ぐらいまでうわーっと人気が出てる曲で、はい、はい、あのね、そう、その方にバスタオル1枚で露天風呂に入っていただいたっていうねひどいな本当に、いや、いい人、いい、だってかゆちゃんいい子だから、はい、なんかいいよ私全然大丈夫とかって言って、はい、やってくれましたね、でメンバーの中で一番背が高いじゃない、はい、一番ギリギリだったもんね、はい、危なかった、危なかった、危険でした、危険だった、すいません、タオル準備したのは私です、申し訳ございませんでした本当に、あ、なんかいやらしい、なんかいや、もう私は見えてもいいかなと思ったんですよね、うんうんうん、人のこと考えずにすいません、ちゃんとこれからは、ね、そういう準備はちゃんとしますので、はい、また私たちとコラボしていただければ嬉しいです、よろしくお願いします、はい、なんかね一応ね、はい、うん、朝まではしご酒の YouTube 版やろうかっていう話をね、はい、なんかね言ってますね、言ってましたから、はい、どこに出没するか分かりませんから皆さん、ぜひぜひね、あの一緒になったら声かけてください、はい、僕たちにいやいや、まあ、あっという間ですよ今ね、ね、次回も、はい、もうね、まあ、第3日曜日ですけど、うん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 、実は次回私ちょっと帰省してまして、そうなのね、はい、私来れないので稲根一人でって言ったんですけど、稲根がちょっと一人、はい、ではちょっと無理かなっていうので ね、申し訳ないですけど来月はちょっと収録ということで、はい、申し訳ございません、ツイッターとかね、ほら生でこう返せなくなってしまうので、はい、事前にお知らせしときたいと思います。一応ね、はい、次回放送はですね、8月の20日、はい、第3日曜日、はい、夕方、本日とは夕方5時から5時50分なんですけれども、はいはい、収録のためね、ツイッターはね、生原稿読めないもんですから、うん、はい、なので来週お休みの分、うん、来月お休みの分、はい、再来月にいっぱいお待ちしておりますというかあのコメントをもしその時にね、はい、出していただいても、はい、翌月読みます、はい、そうですねその時のやつ読まないで、意味ないじゃん。いいじゃない、なんかそれもさ、先月送ったんですがこんな感じですみたいな。でも送っていただいてもね、はい、そうなんだよね。でも私ね結構気になってる、うん、この山本さんってどこの山本さんかな。そうでしょ、さっきもね、あの私のことよく知ってるよねみたいな。そう、安室。ちょっとこれこういうちょっとしばらく会ってる人とか、私ちょっと酒飲みながらやってるんで、どこどこの誰々ですっていうのをねちょっと入れていただけると。そうね、みーちゃん、はい、ありがたい、安室より安室っぽいっていうね。そうですよ、行けてたんですよ私。嬉しいね。行けてたか本当に言われたんですよ。いやだ、また出した。あ、ここのスタッフ、いやでも本当に気が利かない。でも逆か、ボンキュボンだよね。あ、ほらほら、あらまあ、ね、ちょっと最後これで終わっちゃうからやめて、もうあと1分で出てるのに。いやいや、これについて話そうよ。やだ、もういいよもう分かんないです、まだこれからダイエットしたら元に戻っちゃうかもしれない。あ、
してみる？しない。でもみーちゃんさ、今年海どうしても、はい、あの水着着て行きたいから、ちょっと私痩せてみようかなみたいなこと言ってたじゃない？してましたよ。どうなの？してるの？してないです。諦めます。諦めたの？それが何か？もう着ちゃえば一緒なんですよ、T シャツとかで着ちゃえば。そうね。ですよ。まあ、あの僕見たい人もね、うん、あのそういう趣味の方もいらっしゃいますから、はい、ちょっとぽっちゃりの方がね、はい、見たかったらあれなんですけど、じゃあまた、ね、次回もこんな感じでやりますので、皆様ぜひぜひご覧になってください。それじゃあ